景品の人また来てください。はい、はい、じゃあ入ってきてください。お待たせいたしました。ゲームが長引いてしまった。はい、あの最終ブロックの一番目、なんか言ったりな、ちょっとこっちに。ベルベット、あれなんて言うんですか、RBB でいいですか。RBB 踊っていただきます。ミックスコーさんでーす。ピースさんね、あの毎回 こだわり抜いた曲をやっていただいている印象なんですけども、今回こだわった点あれば教えてください。衣装を、MV に出てくる衣装を再現しました。ね、なんかすごいきらめいてる人もおるし、なんかすごい柄の人もおるし、なんか特に誰がなんか手作ったとかあるんですか。ちょっともう取れかかってるんですけど、これね、これね、読みたら紙、読みた紙でした。紙を貼り付けて結構取り組んですけど、結構頑張って。これは模様は描いたんですか。あの似たような柄を見つけてきて、はい、頑張って切り取ったみたいな。なんかあの衣装以外に曲のダンスのポイントとかありますか。最初に座るところ、一番最初に座って振りをするところなんですけども、結構それが難しくて、バラバラで詰めすぎたりとかがあって、今ちょうどいい感じになってきたら、それをちょうどいい感じで見て、なるほど、練習の成果をぜひ見てあげてください。ちょっと短めですが終わります。はい、ありがとうございました。はい、次は、こんにちは。あ、そうか、間違えました。すいません。はい、1AM って読むんですか、グループ名とか。1AM のアイアンも踊っていただきます。MA1 さんでーす。はい、MA1 さん、まずあの、はい、実家チームの紹介ということで、はい、お願いします。まずはゴシップから、夏子さんと、ジーヒーロ。です。で、元コピシルでいいかな。元コピシルのアミナちゃんと A ガールだから小牧、あ、小牧でしょ、はるか、はるかと牧です。はい、ありがとうございます。あの豪華メンバーが出ていただいて本当にありがとうございます。今回ってなんでこの曲を選んだのか教えてください。はい、前からそのやりたいなとはずっと勝手に思ってて、で先にあのルーモアをやろうかなって思ってたんですけど、結構どこのグループさんも最近ルーモアをされているので、これはもうこの曲の出番じゃないかなと思って、で見てるメンバーを集めました。ねえ、この曲なかなかやるコピーするチーム見たことないですし、あの本家ぜひ見てほしいですけど、めちゃ似てます。皆様ありがとうございます。はい、なんかこれからこのチームとか実家チームとかで出演予定などあるでしょうか。実家チームなんかあれ、ゴシップなんですけど、あのドリームキャッチャーのカバーダンスのコンテストに応募するので、あの皆さんよかったら応援よろしくお願いします。ぜひぜひゴシップさんツイッターから飛べますかね、はい、ツイッターでこちこち応援していただければと思います。はい、あとあの私が主催をさせていただいている K-SONIC が4月の20日にありまして、出演者の応募がまだ21日までしていますので、今日の動画とかでも全然いいのでぜひ応募してください。お願いします。はい、応募します。よろしくお願いします。お待ちしております。はい、じゃあ MA1 さんのステージ楽しみにしてください。ありがとうございました。ありがとうございました。あれ、誰、さよちゃん、はい、次、さよちゃん誰、え、
のアーティストを披露してくださいますさよこさんでーす。さよこさんですって、ただのさよこさんやって思うんですけど、あの、ね、SYCO って書いてある。そうです、ちょっと自己っぽくやってみました。そうですよね。あの、まずこの曲ね、私がちょっと急遽お願いした曲なんですけど、もともと練習動画のコピーを YouTube に上げてて、なんでまずこの曲やろうと思ったのか教えてください。ブロビーが大好きで、で、まあ、ユグペンなんですけど、でも私は自己は天じゃなくても神なんですよ。もうなんか好きとかそんなんじゃなくてもう神なんで、天の上の、そうちょっともうなんか地位が違う感じで、でソロ出して、でリエハタさんの振り付けでのダンスの動画見て、えめっちゃやりたいと思って、ほんまバックダンサーやりたかったんですけど、でも自己やってくれる、やってっていうのはなかなか言われへんなと思って、もう自分やるしかないんかな、神様をみたいな感じで、で急遽っていうか、まあ、さよこ企画でやってて、でダンサー10人いてるんですけど、全員身長とか全部ついで合わせて考えて、でめちゃくちゃ似てるんですよ。もうほんまにあの見てください動画見てもらったら、なんか自分で言うのもなんなんですけど、サムネっていうの、あれ YouTube のめっちゃ似てますよ。あの出るところ画面見たら、たまに自己の本人あって私みたいなんですけど、一緒なんですよ、なんかいやほんまに普通に、あ、自己やと思ってクリックしたらさよこさんだって後ろに KQ って書いてるか書いてないかみたいな感じで、まあ、そのポーズだけ似てるだけなんかもしれないけど、でもよかったら見てほしいなと思います。今回ね、あのこの格好されてるのは、あの秘密の衣装ということで、秘密っていうかもうほんまに恥ずかしいんですよ、ちょっと絶対笑われるから、もう嫌で、いやあのさっき言っときます、やからです。やからはやからです。で練習動画とちょっと音源とか、まあ、衣装もダンサーさんの方も変えて披露しようかなと思ってるので、お楽しみに、はい、迫力満点のステージをぜひ楽しみにしてください。ありがとうございました。はい、最後ラストを飾っていただきます、 EXID I love you を披露していただきます、 EXID さんです。よろしくお願いします。お願いしますね、 EXID さん今回も第2弾かなということで、はい、あの新しくこの間ね4人やったと思うんですけど、1人増えてますけど、紹介よろしくお願いします。はい、ミルキーからシオリンをジョンハイクで今回正式メンバーになりました。うちのシオリン、いやていうか普通にめっちゃ似てません？めっちゃ似てる、うん、いやもうていうか全員の話をしている私はもうね、激似ですよね、EXID で、ダンスも上手いし、癖も強いし最高ですね。で、ハードルどんどん上げていく感じで、やめてください、ハードルは下げた方が、下げた方が見やすいと思う。でも上げても大丈夫やと思うんだよ。いやいやね、まあこの前、ハニからインスタでこういいねしましたから、まあ、そう、ハニから、ハニ本人からインスタにいいねが来た。だってハニやもん、その通り、はい、そうですね、そうなんです。ハニ愛がすごい強いから、あのやっぱ推しへの愛がすごい努力が見えるんですよ、いつも誰やねんお前って感じ。泣かせる気ですか？ごめんまだ泣かせて、まだ泣かせて、ステージ終わってないけど、まだ泣かせて、はい、はい、あの EXID さん、なんか今後他にも活動予定とかありますか？はい、決まってるイベントがありまして、大阪でビッグバンの韓国チームいるの知ってますか？結構世界的にもね、ちょっと知られてる相田海さんのメイドっていうツアーをやっていて、それの大阪公演にちょろっと出演させていただくことになりました。5月2日の夜かな、夜になるので、よかったら大阪の皆さん足を運んでみてください。どの場所とかは、
あ、その会場ここなんです。あ、会場ここらしいです。よかったら応援しに来てほしいです。はい、ぜひあの XID さんのステージボット見たい方はぜひまたフラミンゴの方へ、はい、お越しください。そしてあの I love you 初披露ということで、はい、そちらもよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、ラストですよ。ラストブロックですよ。皆さんね、なんかやっぱ空いてるな、もっと行こう。最後やもん。でもいやーって言おう、みんなで。もう誰が出てきてもいやーって言おう。私この人と絡んだことないけどって言っといたらすごい盛り上がると思います。皆さん大丈夫ですか？もうちょいもうちょい、大丈夫ですか？あと300倍、300倍じゃないかな、300%ぐらい上げてください。はい、それではラストブロックスタートでーす。